日本全体でこれから改革が必要なんですよ。改革が、もうお金税金はどんどん集まってきません。税金が集まってこないのにどうやって皆さんの生活をサポートするのか、住民サービスを充実させるのか、これお金を生み出そうと思うと借金を増やすか増税するか、それとも改革でお金を生み出すしかないんですね。僕は借金を増やしたくないし、国民の皆さんに増税というものもお願いしたくない。まだまだ日本の役所は無駄だらけ。改革をもっともっと日本でやらなきゃいけない。僕はもうもっともっと改革をやりたいと思ってる。でも改革をやろうと思うと、まずは自分たちの給料を削って覚悟を示さないと、公務員も国民の皆さんも改革についてきてくれません。だからこそまず自分たちの身を切る改革、自分たちで改革する姿勢を示してですね、これで公務員にも国民の皆さんにも改革をやろうということを伝えたい、まあ、そういう思いでですね、まずは自分たちの給料を削ってるわけなんです。ところが今の市議会も府議会も全くこの身を切る改革もうだらしなくてしょうがないですね。だから僕は議会、特に大阪市議会を一から作り直してやろうと。改革もやらない、身を切る改革もやらない、そんな市議会なんかいらないでしょと。もっと住民のためになる、本当に住民のことを考える議会を一から作り直す。選挙で人を変えるとかじゃないんです。一から議会を作り直すというのが、まあ、大阪都構想なんですね。まあこのようにですね、改革をとにかくもう徹底してやっていけば、このようにお金というものは、使えるお金は増えていくんです。当たり前です。税金の無駄遣いを止める、そして改革を進めてお金を生み出す。そうすればですね、このように使えるお金がどん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 増えてくる。この出てきたお金を医療、福祉、教育にしっかり回していく、まあ、これは子ども教育予算の一例ですけれども、実際に維新の会は子ども教育予算5倍に増やしています。4年間で。これは借金を増やすこともなく、増税をお願いすることもなく、徹底した改革でお金を生み出して子ども教育予算を5倍に増やしました。そしてこのような改革をやるためには、自分たちがまず改革をやるんだという、その覚悟を示す必要がある。そのために身を切る改革、報酬削減ということをやってるんですね。選挙大阪。